こんにちは、トコチャンネルです。前回に引き続き、またベッドからお送りします。はい、今日はっていうか、まあ福袋ね、1日の日にドカ買いしてきたんですけど、今回は、プリズムさんのところで福袋を買ってきました。おまかせ福袋、このね、これ3,300円で、どっちだっけ、こっちが1,100円、あ、間違えた、こっちが1,100円で、こっちが550円のアクセサリー。これはね、あのお財布売ってるところで、処分品じゃなくて、なんだっけ、お買い得セールかなかなんかで売ってて、可愛かったので、このリボンとクマちゃん可愛かったから買ってきました。なので、まあこれはね、まあ新年だから財布をね、よいしょ、じゃあこれカメラ動くか、も一応持ってたんだけどさ、持ってたんだけど絶対これ安定悪いよな。まあこれね、これ買ったんだけど、普通にね、こう開く、見える普通の財布に、なんか小銭入れに、まああんまり言うほどカードもね、こっちか、多くないポケット、ここで、こことここね、1、2、3箇所とここぐらいかなっていうお財布です。あい、疲れた、もう疲れた。ではね、安いのから行こっか。これね、ベシーって貼ってあるんだよね。取れるんかな、綺麗に。取っとけよかった。いや、でも開封動画にしたいから、今開けたいもんね。これさ、クマちゃんの紙袋で可愛いんだけどさ、ごめんね、私の袖がめっちゃ写っとるね。綺麗に取れるかな。もうね、寒いからフリースの上にフリース着てるのよ。こっちね、あのエアコンがもともとないっていうのもあるし、あ、なくても、まあ、昔の家だから、そう、隙間でね、隙間風っていうので、こっちも多少はあったかく、キッチンよりはあったかくなる、南向きの窓だし、ね、でなおかつ今ね、お尻の下からあの、なんだっけ、電気毛布で温めてるから言うほど寒くはない。室温もね、なんだかんだ言って20度近くは上がるんでね。ただこれちょっと開けるのにめっちゃ時間かかるな、ごめんね、なんかベラベラ喋りながら開けるわ。やっぱ開封、あ、ここにね、ここに多分値段のとる、よいしょ、ごめんなさい、よいしょ、550円ね。よいしょ、一応綺麗には取れるんだ、よかった。袋ボロボロになったら悲しいな。よいしょ、はい、こちらはね、アクセサリー550円分を、中にさらに袋が入っている。まあ、この店自体がね、あの子供用のお店なんでね、あのそんなに期待しないでくださいね。いや、ちょっとハサミ、よし、そうね、あ、ちょっとやっぱ子供っぽいな。まあ面白半分で買ったからいっか。ここにもなんか値段載ってんの、これ、え、825円って、え、結構高えじゃん。これ何の絵、これ何の絵、わかんないけど、825円。あ、これちっちゃい瓶欲しかったん、前髪邪魔で。418。あ、もうこれで550円だから元取ってるね。250円。これは多分使わんな。ハロウィンのだね。で、これが何？ 250 円。見えてる？あの、ポフポフ。モフモフ。これ絶対使わんな、私な。見えるかな、これ。これね。あ、でもね、サイズ的に私髪の毛少ないから、こういう、このぐらいちっちゃいクリップじゃないとね、ダメなのよ。これ500、350円。まあ、ハロウィンっぽいね。
で、これ見てないよね。これが330円。うわ、絶対使わんな。見える？絶対使わんなって言いながら、いや意地でもなんか止めたろうかな。いやこれね、結構ゴム自体はきついから、この辺ね、これ私の髪の毛でも止めれそう。これは何？800円と書いてある。これイヤリングだね、多分。そうだね、イヤリングだね。友達にあげようかな。あ、ピンク、両方ピンクだったら欲しがるかもしれないけど、片方紫だからな、どうかな。それにあの子イヤリング変なとこにはめてんだよね。普通耳タブじゃん。なんか耳タブじゃなくて耳の中にはめてるんだよね。入んない。ちょっとこのまま入れるとこ。で、続きましてこれがチョーカーか。ちょっと待って待って、手前で開けさせてね。もうね、もうすでに疲れがだいぶ出てきた。チョーカー、あー、もう絶対使わないね。またロリータしてる時なら使うけど、でもこれ1100円もするんだよ。あ、メルカリで売ろうか。なんてこと。で、あとはカチューシャか。これも子供っぽいな。やっぱ子供対象なんだな。もうちょっと、あのね、大人っぽいところのアクセサリー売り場もあったんだけど、これ800円で、これ絶対使わんな。カチューシャ基本使わないんだよね、私ね。リボンのこれもね、こういうのも使わない。これいくら？800円。結構するのね、普通に買ったら。いや、メルカリで売るかな。安く。これもね、これいくらなんだろう、値段ついてないわ。あ、これはキーホルダーは嬉しいな。カチューシャはね、私頭、あ、これ530円。頭につけてると見たくなるもんね。だからロリータの時結構辛かったんだよ。辛いならやめろって感じだけど。ね、ラブ、ラブとハート、ハート見える？見えないね、こうやってしないと。これがラブで、ハート、ハートね、こんな感じ。これがまあ550円だから、もうお得っちゃお得だよね。ちっちゃい子供。お、この前さ、なんだっけ、私あのマスク、この前って多分今日1月1日のね、夕方アップするやつに、マスクのさ、子供用の欲しい人って言ってたけどさ、これちょっと待ってね、これも多分使わんな。あとはなんとかなんとかちょっとぐらいは使う。あ、これ見てなかったな。これも なんとか使えそうでし、だし、でしって。だし、まあなんとか何やかですけど、あのさ、私、基本イヤリングしないから、これと、まあ女の子限定になっちゃうけど、このカチューシャと、リボンのと、で、この、チョーカーと、あのメルカリに出そうって言ってたやつ、これさ、欲しい女の子、年齢の女の子を持ってる親御さんいるかな。この何点、 1,2,3,4 点、あ、5点、これも含めて忘れてた。これどこに引っかかってる、ちょっと待って、どっか引っかかってるぞ。あれ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 、ちょっと待って、取れない。ええ、取って、取れた。1,2,1,2,3,4,5点。ちょっと待って、こんな見てないし。え、ちょっとあなたたち何してるの一体。
絡まって絡まって何やってんのって感じだよな。これでいいや。ね、もう一回言うよ。1、2、ね、リボンね、リボンゴムをね。で、3、4、5。これ欲しい方、女の子、まあ、女の子じゃなくて大人の方でも欲しいっていう、別に全然問題ないんだけど、あのまあね、自分ちに、まあこう多分女の子だと思うか、娘さんがねいる方で欲しいわって言われる方、女の子セット1、この前と一緒で、あの早くコメントした人にあげます。女の子セット1欲しいって書いてください。そしたら、あの一番最初にコメントくださったと思われる方、あの 100% 正確に一番最初とは言い切れないけど、一応ね、あの何度もさ言ってると思うんだけども、コメントの並び順をね、新しい順とかに変えれるから、それ見てね、あの新しい人が上に来るから、古い人下に来るんで、それ見てね、あの一番下に来た人に差し上げようと思います。なのでコメントで女の子セット1忘れないでね、女の子セット1欲しいっていう方、あのコメントください。あの一番最初にくれたと思われる方に、また例のごとくね、コメ固定コメントでにてね、何々様おめでとうございますって書いて、あのインスタの DM と、まあ、アカウント名ねと、あの E メールのアドレス書いとくんで、好きな方で連絡ください。その方にプレゼントしようと思います。いや、これプレゼント企画で福袋買ってるわけじゃないんだけどね、だけじゃないんだけどさ、使わないもの持ってても仕方ないし、正直メルカリで出品するのもさ、いちいち撮影してどんどんこのめんどくさいっていうのがなのよね。なんなら私、あのインクジェットさ、あの年末でお年玉、お年玉が年賀状でいるだろうと思って、私プリンター買い替えたから出そうと思って、めんどくさくてついほったらかしてたからさ。次こっち行きます。こっち1100円のね、じゃん、うわ、じゃん、見える？角度変えろ。見える？こんな感じ。紙袋も可愛い。で、また例のごとく袋じゃん切ります。よいしょ。今度はなんか使えそうな感じ？値段的にあれかな。ジャラジャラっと出します。ああ、ちょっと端にどけて見てこね。まずこれ何？ああ、イヤリングね。すげえチャッチイヤリング。私、耳たぶ的にこれハマるかな？いや、これ最悪、ちょんちょん切って、あの、ファイルのパーツに使えるわ。なんちゅうこと。あ、これはピアスだ。ラッキー。これが、900円。ラッキー。ちょっと金色だけど心配だけど。見えてる？これがね、さっき言ってたあのファイルに使えそうって、これ900円のピアス、これは使えるわ。ピアスは使える、よかった。イヤリングよりもピアスの方が好き。しかもキラキラ光る。あ、もう入らないかな。続きまして、これは何？あ、ペンダントでございますね。首が短いから首輪になっちゃうけど、あ、でも長そうだな、使えることないな。次こちらヘアクリップなんだけど、なんか使い方が書いてある、なんか違うぞ普通のと。ヘアホック、なんかね、束ねれるみたい。あ、髪の毛を手持ちのヘアゴムで束ねます。本体の裏面にあるフックをヘアゴムに引っ掛けるように差し込みます。バランスを整えて、あ、はいはいはい、はい、私みたいな髪の毛少ない人でも普通にヘアゴムで結んどいて、これを
ちょっと刺すだけでバレッタをしたみたいに見えると。あ、これはありがたいわ。あの普通のバレッタだとねスカーンって抜けるのよ。なんせ私は髪の毛少ないから。はい、絶対はまらん指輪来た。指輪1500円もする。1500円もするけどさ、全然なんていうのサイズ調整ができやん。あー、13号、小指やね私の。いや昔はね13号やったらちゃんとそこそこ入っとったんよ。あの中指は絶対、中指は私15、太かったで15じゃないね、11ぐらいだかな。うん、あ、小指、まあ、小指にはめよう。はい、そう、あの結構マリッジリングが私大きめにして12号で作ったで、うん、ね、今全然ハマらん、ハマらんとかもう売っ払ったけどね、離婚した時に。いらんは売ったり金にしたりみたいな。次、うん、900円のピアスなんだけど、これ900円もする？これあのビーズアクセサリーで作れそう。まあまあとりあえず置いとこうか。ピアスやでな。ピアスはねそんな子供さんにありますって言えやんもんね。次これじゃん。これ結構綺麗ね。あ、こっちか、こういう向き。あ、結構綺麗で、これいくら？900円。このねクリップがちっちゃいのありがたいの、髪の毛止めれるから。はい、でかいの来ました。これいくら？え、500円。あ、でもパッチンピンやったら止めれる。で次はこれっすね。またゴムのアーミー柄の迷彩柄のこれ1500円って。まあいっか、このぐらい暗かったらするか。でこれカチューシャ、あ、まあ、こんな地味な色やったらできそうやな。これ値段ついてません。それからシュシュはね900円って。え、これ何度から？パイナップル。シュシュ1パー2やけどね。あ、これかわいいリボンの。いや髪の毛切ったってどうしよう。あー、でもハーフアップで使えるか。750円。さあどうする？私さ、こんなに束ねれるほど髪の毛ないよな。これ女の子セット1に追加しときます。あ、これキーホルダーモフモフ、これは好き好きって言いながら値段見とくかな。載ってないわ、これ好き。おー、カチューシャ、これは使わんな。わかる？このキラキラって撮る。はい、これ女の子セット1に行きます。またね最後にもう一回女の子セット1見せますんで、あのこんなんでもええわ、どうせいらんもん捨てるわとかメルカリで売ったるわとか思うのでもね、もらったろと思ってくれる人がおったら、あのもらってやってください。これね、これイヤリングやったらこれもあげたいんやけど、ピアスやでな、子供ピアスしてへんやろって。今のかわからんけどな、私も18歳にまったでね、ピアス。はい、ちゅうことで最後でーん、これこちらは3300円のになります。なります。これなんか取れるかな、ちゃんと切れるかな。私の袖が映ってばっかりおる。ごめんね、ほんと自分のねお腹の前ぐらいに置いて撮っとるもんで。あ、
降りてきた。ちょっと待って、あなたどこ映してる？よいしょ、指で今カメラのレンズを外してしまった。許してたもん。で、あとまだ上も撮らなかった。もう 絶対倒れてくるなんか。ちょっとしっかり頑張って。どっから撮る、これ。こっから撮れるのかな。ちょっと待ってね、これどうやって、こうハサミでシュパーって撮れるかな。あとからセーフテープ取りゃええかな。あ、取れる取れる。よいしょ。よし、よし。なんかくっついとるやん。あ、ホッチキスでくっついとんねや。すげえな。そこまでする？よし。ホッチキスも後で取るとして。はい、中身、いき、あー、結構いろんなもの入っとる。はい、いきたいと思います。まずこちら。980円。何のカバン？ちょっと開けるか。本当に普通にちゃんと向こうのね、撮影する方の部屋で撮ればいいんやけど、えらいの、出たいの、もうしんどいの。あー、これランチバッグ、あのアルミの保冷バッグですね。かわいいペンギンちゃん、こんな感じ。ちょっと下げるわね。こんな感じ、かわいい。ちょっと嬉しい。これバッグね、めっちゃ持っとんやけど、めっちゃ持っとんやけど、どんだけでも欲しいねんけど。で、次、でっけえカバンがあるぞ。よし。でっけえのはリュックだね。はい。全容でいくとこんな感じ。いろんな汚いものが見えとるけど。シンプルな紫のリュックでございます。24リットル。そこそこ入るね。ああ、いいかも。ちょいとね、買い物行くときに、なんせ私、ミニオンのリュック背負っていくぐらいやで。ああ、これ。ちょっと待って、中見せてもええ？この、パソコン、ノートパソコンとかタブレットが入れれるスペースがあって、あとは何もない。これしたら何これ？ああ、乾燥剤やった。うん。ここにでっかいのがある。これはそういう意味やんね。今時の人用。今時の人用っていうのって。はいはい。で、サイドに一応ポケットあるんかな。はい。よいしょ。あー、倒れてもた。はい、こっちサイドにね、ポケットあります。こっちにも。よいしょ。こっちにもあります。で、裏は一応軽めにメッシュでスポンジが入ってるから、で、肩紐もね、一応クッション付きなんで悪かないです。いくらなんやろね、値段持ってないね。コンバースって書いてあるわ。へえ、コンバース初めて知った。はい、続きまして、あ、これから行こう。なんかね、いろいろまとめて入れてある。これ1000円って書いてある。なんやろ。まあ本当ね、女の子用のね、店やでね。なんか私がメモ帳を買うとこやで。これ1000円、1100円。かっカカポーズダイアリーライフ。誰カカポーズって。あー、多分ラビットアクシス、なんか書いてあるよ、ここに。ここに何て書いてあるの。内側に抗菌防臭加工のある生地を使用。ごめんね、直で見やんと読みやんかった。なんかこういうのが裏生地、これね、多分ね、筆箱かな、ポーチかな、そんな感じ。よいしょ、またちょっと置いて、と
特に名前は書いてないよね。コボコ、ポーチって書いてあってポーチでいいんかな。で続きまして、単独で取れそうなのが次これ、ポケットクリーン。いつでもどこでも見せる、いつでもどこでも家族みんなで清潔習慣、ハンドジェル。あー、スティックタイプのハンドジェル、やっぱりありがたいね、持ち歩くのにね。もう持ち歩くのにいっぱい、この前あのスリーピーさんが買ってんけどね。次これ、カンゴールスポーツ。なん見えた、2300円。いやもう3300円以上持っとるな。やっぱ福袋ってそういうもんだな。そういうもんってどういうもんって感じ。今までさ、通販で家に届くものとか中身が分かっとるものとかって買ってなかったもんで、今年ね、思い切って何かやこう店に行って、あ、これさ、店に行って買うっていうね、あの所業じゃない、なんていうのことをしとる所業じゃないよ。これ何、これ何って聞かれてもわからんわな。なんか書いてないかな。え、2700円って書いてある。ただ2700円けど2300円のことね。ちょっと待ってね、さっきからスマホがお布団の上でくね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 。あのね、まずね、ここになんかポケットがあった、あ、どこや、スナップがあって、でこれをピシッて外せて、なんかここに入れる。でここに何、これ D 缶がついてるのが気になるんやけど、これをちょっと開けますね。ちょっと中の緩衝材どけて、これはあれやな、缶、何缶っちゅうの、よいしょ、ちょっと待ってね。あー、キーリング見えるかな、キーリング付きの乾燥剤時計のポケットが、なんかポケットの中に仕切り、仕切りがあって、なおかつファスナーもあって見えるかな。でここにカードがめっちゃ入れれるようになっとって、あー、もうすでに疲れてきた。あー、そういうことか。あーって何言っとんやって感じだけど。で、これダブルファスナーになっとって、で、これがショルダーで。で、ここにつけて、ぶら下げて、あの、要は、ここ多分スマホ入れて財布代わりにできるよってやつだよね。今まさしく私そういう感じのやつ買ってるんだよ。これも使おう。続きまして、次これ何、これ気になるな、これ何、これトレーディング缶バッジ。なんかツイステッドワンダーランドってなんかよく聞くよね。あー、興味ないわ。こんなん入れんやったら呪術回戦入れてよ。本当に呪術回戦、あー、もうこれも多分その系統ちゃう。なんかタオルが入っとったんやけど、誰これ、ツイスティッドワンダーランド、え、ディズニーなんこれ。まあタオルぐらいは何でも使えるで。いやでもこれはいらんでって言うとたかね。あとはね、一袋にドーンと入ってんで、一袋ドーンと出します。いやー、疲れた。もうすでに私はバテてきている。ちょっと休憩を入れやんとするぞ。あー、なんか文具っぽくて嬉しいな。ちょっとな、ちょっとね、ちょっとプリズムさん、そこ立っとって背景に。まずこれはペーパーソープ、紙石鹸だね、手洗うのにね。こっちに横にぐっちゃぐちゃに置いてる。でこれが何、付箋、クリアリン、クリア
リングノートマーカー付箋やんな。ちょっと出してみる。いや、めっちゃ付箋嬉しい。付箋ね、あのなかなかさ、あの可愛くないと、可愛くないと言ったらいいけど、シンプルなのってそうなかなか買えへんやん。これちょっとちょっとちょっと、いやこれいいやん。ハート、この細いのさ、私買おうと思ってもなかなかよう買わんの。でこういう普通のサイズもなかなか変わんのよ。良くないこれ。良くない。これこそほぼ日用にしよう。出た。いやもう今日かけるかな。死にそうやけど今日なんとか書こうかな、頑張って。いやもう今日かかる、明日まとめて今日出すのに。ちょっとマジで今死にそうなぐらいなんだけど。で次が量産型なんでしょう。あら、メモですね。あ、え、両面メモ、いいやん。あ、これお裾分けに入れます。これ入っとる人見たらね、あー、福袋も入れたねと思って。これからこれ何、笛、あ、これ何、こっちはこれ鉛筆や。鉛筆系いっぱいある。うわぁ、なるほど。な、これ。あれ、ちょっと待って。ああ、はいはい。はいはい、マッカーね。うん。これ、マッカーです。あの、女の子セットに来ます。はい、これ、鉛筆です。見る、鉛筆です。女の子セットに来ます。あ、ちなみにこれ欲しい、缶バッジ、女の子セット入れとくわ、私いらないね。これはね、シャーペンちゃうかな。え、マイフェイバリット、なんでシャーペンで出てこない。あ、芯が入ってないんだ。シャーペンは使います。で、これ何これ、リコーダーペン。へえ。ちょっと開けるね、見たいです。不完けど、どういう風にペンになってるか見たいで。あ、え、見えるかな、ここをこうくっつけてリコーダーになってる。あの、ぶっちゃけさ、私使わへんでさ、これブラックって今白いやんね、ブラックって書いてある。入ってちょっと入って入ってくれやんと人様にあげるやん。あの、単なるどうなってるか見ただけやで、何も口つけてへんで心配でないで。で、もう一個のがレッド、ブラックとレッド。これ、よいしょ、見えるかな。ブラックとレッド。女の子セットに入れます。女の子セット1ね。1って言いながら2があるかってないんやけど。いや、もう絶対これ女の子セットや。いや、女の子キャップ。ちょっとあなた邪魔よと。いや、自分が使わんもん。聞いたマスク、女の子セット1、女の子セット1めっちゃよくやんな。これは何、箱入りマステシール。あ、箱に入ったマステシール、こんだけのシール、これは使います。女の子セットね、後でゆっくり出すからね、気にせんといて。あと消しゴム、消しゴムを使えば、消しゴミって、消しゴムは使えます。消しゴミってどういう言い方。はい、クリップ、クリップも私使います。かわいいな、こういうのね、ダブルクリップね。次行くぞ。これは何？
カラビオリ。なんとなく善逸くんの吾妻くんのね、善逸くん旅人のお面みたいなねイメージがあるけど、あの胡蝶さんの蝶みたいなね、なんかイメージがね、蝶々があるけど、はいはいはい、あーいいね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 、これね、あすごいすごい、これは使えそうだ、これ私使う。この前さ、あの鬼滅の折り紙買おうかと思ったけど、いや多分使わんやろと思って、あ自由帳です、何年何個、あ自由帳使えます、何でも落書きするのね。うわなんだこれ、ジューシーフルーツの香りって書いてある、フレグランスミント使ってみよう。あんま匂いつけるの好きじゃないんですけどね、これは、あこれ私の好きなあの絵の子、わかるわかる、ちょっと待って、ちょっとピンボケしとる、好きな絵の子でね、これなんなんやろ、消しゴムって、消しゴム使います、あ結構なんやかや入って楽しいじゃん、じゃーん、和柄日和のコンパクトマスクケース、うん、胡蝶さんでしょってまず言ってしまいましたよね、胡蝶しのぶでしょこれはみたいな。次が何ですかこれは、ハート型の可愛いヘアゴム、こっちはクーリアさんなんやろ、ちょっと開けてみてもいい、あメモ入りって書いてある、おまけ付きシークレットボックス、ヘアゴムのおまけ付き、ちょっと待ってね、これはメモってことやね、きっと、うわめっちゃ上げ底のメモ、まあええんやけどさ、ちょっとクーリアさんえぐいね、この上げ底は。でこれに対してこのこのハート型の可愛いヘアゴムっていうのがついてるみたいなんやけど、シークレットボックスということで、この女の子セット見ちゃおう、ゴム使わないから、メモは使うけどね、だんだん減ってきたぞ、でこれはなんだ、じゃーん、キャンディーマシーン、時間が30分越してるんだから今んだけど、開けてね、ほんともう一個取らなかった、もう一個だって、ちょっと休憩してから取る、マジで死にそう、あーこれもしかしてさ、あれ貯金箱みたい、あでもなんか出てくるのは出てくるんかな、貯金箱もにも、って、ああ蓋が落ちた、あ貯金箱にもできて、こう見えるかな、ここの穴、この穴、この穴ね、ここ今ちょっと見えとると思うけど、この指がパカパカってするのね、ここもここ貯金箱で、上はどうやって開けんの、あこれ違う、あ外れた、上は上で何か入れて、これ何が入ってるの、これ絶対消しゴムっちゃう、絶対消しゴムっちゃう、食べ物じゃないもんな、食べ物やったら食べ物じゃないかも、これはクーリアさんので500円で、これは消しゴムです、口に入れないでください、はい、
みて。面白いで、ちょっと家で消しゴムコロコロ出てくるとか やりながら遊びながら、おごめんなさい、使ってみます。こういうね、おもちゃ系好きなの。こういうおもちゃ系好き。あと2つかな。これは何、ヒアルロン酸配合って書いてあるで、ハンドクリーム、あ、リップクリーム、ミニオンリップクリーム、ミルクピーチの香り、うーん、使います。すいません、突然途切れました。あのね、勝手に電話かけてきたバカ野郎ってね、用事がないのに、もう嫌やろかけて。あ、ちなみにこれね、今開けてます。開けとったらピローンってなんか言ったら、何やろか。え、何これ、158円、プーリアさんの、なんか説明がないんやけど、キャップコモバイルグッズステーショナリーコスメ、あ、ポーチみたいに使っていいよっていう。ここね、こことここが硬いで、これネットがあって、まあ何でも入れれるよっていう感じで、ダブルファスナーね、ついてる。はい、ちゅうことで長くなりましたけど、以上で、プリズムさんの550円、1100円、3300円の、福袋開封終わりたいと思いますの前に、そう、あの女の子セット1もう一回見せます。はい。忘れてた。女の子セット1。まず、赤ペンの笛。リコーダーのね、黒。白だけど黒。のリコーダーペン。で、はい、マーカー。鉛筆。それから、鉛筆ときたら、あれ？鉛筆ときたら、ね、はい、鉛筆キャップで、なぜか缶バッジ入れます。いらんからね、私が。で、カチューシャ、こっちも安っぽいです。安っぽいけどいいよっていう人もらってやってください。安っぽいけどこれでも800円ですよね。黄色いここ一ね、ベイビーって書いてあるカチューシャ。あと、こう白にオーロラチックに光ってるカチューシャ。で、あとは、ゴム。これもね、いくら入れた？これで600円もしてるんだね。紫っぽい、紺色っぽい。ちょっとこのリボンのとこにね、あの、ちょっとワイヤーが入ってるから、形づけれるヘアバンド。で、これが、これね、ハート型の可愛いヘアゴムどれかが入ってるよっていうシークレットで、これはもう絶対ね、子供用やと思うんだけど、私はチョーカー、首にねつけるやつ。はい、それからこれイヤリング、そしてスクールマスク、これが女の子セット1。2はないけど、なぜか女の子セット1。1まで書いてくれないと、ノー勘にします。要は、ノーエントリーとします。女の子セット1が欲しいと書いてください。あの、一番最初にコメントいただいた方にプレゼントします。はい、以上で。なんだっけ、あ、福袋の開封動画終わりたいと思います。はい、これでもね、また自分で言わなきゃいけないね。最後までご視聴していただきありがとうございました。はい、この動画がちょこっとだけでもいいと思った方は高評価、あと、うん、
前も言ったんですけど、今回はね福袋の開封動画ですが、普段は、ファイル作りの作業動画、100均の購入品紹介などしておりますので、見てやってもいいよって方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあね、バイバイ、寝ます。